決めました。ここで藤田、花戸に一回当てる。そして藤田、ジョエルシマン、中に花戸が走った。そこを狙ってきた。うわー、このまま入った。レディー永井監督です。チョンテセ、その前で5番の平、先制ゴールの藤田から前線の9番の佐藤、そして右に出ました19番の小池は上げてきてシュート、決まった。本戦でも泉沢選手が入って、そこで船津選手が、ね、うまく対応してたところもありますから、はい、あー、ここがボールを取った、シュートだ、決まった。1対1、アナトス、アナト、藤田、右サイド若狭、中を見て上げてくる、ファーサイド森田、折り返すシュート、素晴らしい。